どうもこんばんにちは、ゆだろです。今日の動画はですね、このリリーサーミニっていうマッサージガンの紹介です。で、マッサージガンって何っていう方がいると思うんですけど、まあ、マッサージガンって簡単に言うと、こういう風にまあ電源入れると、ここがめちゃくちゃ早く指とか当てるとこんな感じ。今一番これ速度が遅いやつなんですけど、で、こういう風にまあめちゃくちゃ振動しながら、まあ、筋肉をほぐしたりとか、筋肉痛の部分にこう当ててマッサージしたりとか、筋膜リリースっていうのをしたりするもので、まあ家でこう体のケアができるアイテムなんですよ。自分もこれ届いた時に驚いたんですけど、まあ言ったらめちゃくちゃちっちゃい、まあ手のひらと同じぐらいの高さかな、まあ手のひらがこうなったらこんぐらいの大きさで、で実際こういうケースに入ってて、まあいろんなね、丸いやつとか U の字のやつとか、あとはまあ指で押すみたいにできるやつがついてて、自分はこの面で押せるね、面で押せるものが気に入ってるので、もうこれはそのままカバンのサイドポケットにいつも入れたりとかして持ち運んでますっていうぐらいすごいちっちゃくて、でパワーもすごい強くて、まあ電源入れるのはこう長押しして、でついたらもう一回押す、でレベル1、2、3、4で、動画では伝わらないかもしれないですけど、そんなにうるさくないっす。でパワー、まあ、手にこうじゃあリラックスして手にこう当てるとこんぐらい動く。で足とかが分かりやすいかな、足とかにこう当てるとこういう風に、まあ今これ軽く当ててるだけ、優しく。でいつもほぐす時は結構こうグリグリこう押したりするんですけど、で実際自分がこう使ってみて思ったこととかもおすすめの部分を紹介していこうと思うんですけど、まあ、自分は普段からこう指でマッサージしたりとか、マッサージポールとか使ったりとかしてて、で指でマッサージするとどうしてもこう握力が疲れてきちゃって、結局マッサージして指もこうマッサージするみたいなことをしなくちゃいけなかったりとかしてて、でもまあ足は基本的にパルクールしてると着地したりとか大きい負荷がかかるので疲れますし、疲労がたまりますし、最近ウエイトトレーニングも始めたので、あの腰とかもすごい凝ってたりとかしてて、でちょうど届いた時にもう腰がめちゃくちゃ疲れてたんで、もうずっとこれを使ってて、今1週間ぐらい使ってみたんですけど、まあもう毎日使ってますね、ほぼ。でまあ基本的にパルクールしてると、まあ足が疲れることがすごい多くて、まあいくつか自分のおすすめの使い方を紹介していこうと思うんですけど、1個目がね、まずお尻の筋肉はもうこういうふうに一回横になって、ここお尻の裏をこういうふうに持つんじゃなくて、逆で持ってこうグーッと押し当てるっていう、そうするとお尻の筋肉も緩んだ状態で押せるんです。すごいおすすめですね、こういうふうに横になってやる。まあその時やっぱりお尻の筋肉大きいんで、この大きいアダプターがおすすめです。であとすねもパンパンになってたり、すねとか足の裏とかが結構疲れるんで、そういう時はこの指みたいので足の裏をこう押したりとか、まあ、これ今パッと見せたんですけど、簡単にここ外れるんですよ。でそれでこう付け替えるっていう、こうやって、で丸いのとかではこういうふうにすねの前とかをグーッと押し当てたりとかして、その時は、まあ、基本的にあれかな、こうガンだからこう持つと思うんですけど、自分は結構力込めてグイグイ押すんで、上の方をこう持ってグーッグーッと押し当てる感じで使ってました。
でかなりの力で押し当ててて、まあ、もしかしたら壊れるかなと思ったんですけど、全然もう今1週間ずっと使ってるんですけど壊れなくてすごいなと思いました。やってみるとこんな感じ、こういう感じ、こうぐーっと力いっぱいやってもすねの筋肉をほぐしていくって感じ。振動がねもう見てわかると思うんですけどすごいですね。こうふくらはぎの横側とかこうほぐしたりします。あとまあまあ胸とかもこれ使ったりしますね。ぐーっと胸の上のところとか、あと肩の付け根とかもこういう風に使ったりします。まあでもやっぱ一番多いのはあれかな、自分はこれっすね、一番好きこれが。でまあ練習終わりに、今日みたいな練習終わりに使う時もあれば、あの移動中とか、まあ、車運転してもらってそこの隣で足ほぐしたりとか、あとはまあお風呂入って体がポカポカしてる時とかにほぐしたりとかっていうのはよくしてました。だから小さいしカバンに入れてどこでも持ち運べるので、あのどこでもいつでも使えるかなっていうのがいいなって思いました。自分も今もう29歳なんで、あのパルクールとかやってなくても普通に運動してる人とかで、スクワークとかで肩凝っちゃった人とかも結構使ってもいいのかなって思います。音も静かですし気軽にこういう風にできるから、机の上にこうポンと置いといても全然いいのかなっていうサイズ感だなって思いました。実際まあデスクワークといったら、まあ動画編集とかしてる時も自分はこう机の上にポンと置いて、パソコンの上に置いといて、暇な時とか動画書き出してる時とかにこう足とかほぐしたりとかします。なんかね、座り方とかが結構良くないっぽくて、なんか腰とか足とか疲れちゃうんで、結構癖のようにやってしまいますねこれは。はい、っていう感じでね、今日はねまたいつもと違った雰囲気の動画で、このリリーサーミニというマッサージガンの紹介と、まあ、使ってみた感想だったんですけど、まあ、個人的にはもうかなり使いやすいですし、すげえ疲れたなーっていう人かはこうほぐしたりとかしたいし、で、まあ、筋肉痛とかで足が重い時とかも練習する前にこれでほぐしてあげてやると自分はすごい調子が良かったですっていうので、まあ、おすすめなので、概要欄にホームページのリンクとか、あの買えるページとかを書いておくので、ぜひチェックしてみてください。という感じでまた次回の動画でお会いしましょう。